では、HTTP 通時代のウェブ、ジャックさん、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。皆さん、ブラッドフィッツ見に行かなくていいですかっていう気がするんですけど、HTTP 通時代のウェブということで、発表させていただきます。ジャックと言います。 HTTP 関連のアクティビティでいうと、一応 Go で HTTP2 の、サーバーとクライアントを今実装中です。であとはモザイク FM っていうポッドキャストをやってまして、で最初の方エピソード2の時に HTTP2 のをテーマにした回をやったりしました。あとは、HTTP2 スタディっていう、日本のローカルコミュニティの、運営をやっています。で勉強会を、開催したりしています。から結構前なんですけど、WebDB プレスのボリューム75の時にまだスピーディーとか、まだ出てき始めて HTTP も HTTP2.0 と呼ばれていた頃ですねに特集の記事を書かせていただいたりとかしました。ちなみにこの頃は HTTP2.0 だったんですけど、今は正式名称 HTTP2 なので、もう10はつけない、点ゼロがついている記事見たら、あ、これも古いんだなと思ってもらえばいいんじゃないかなと思います。でこの HTTP2 スタディっていう、日本のローカルコミュニティなんですけど、どんなことやってるかっていうと、勉強会以外にも例えば、これは中にいる夏風さんっていう人が、詩を翻訳してくれていたりとか、あとはいろいろな実装を助けるためのテストケースをみんなで整備したりだとか、そんなようなこともやっていたりします。で勉強会としては2013年から、まだこれはドラフトが出てドラフトが04だった頃からですね、ずっと、勉強会をやっています。で、単純に言うと IETF に行ってきた人の話を聞きたいって、世界中でやっててそう簡単にはいけないので行ってきた人の報告会を聞く会だったり、あとは仕様についてみんなで議論して本当にこれでいいのかとか、これはどういう意味なのかとか、そういう議論をやったりとか、あとはハッカソンですね。もうまだラーレシが出る前からみんなでこれ実装してみようっていうハッカソンをやっていたりしました。あとは ML で上がってる議論をみんなでちょっと考えてみようと、であわよくば何かコメントしたりとかできたらいいねということで、イシューソンっていうのを、やったり、していました。で日本で実は HTTP2 の、 すごい人がいっぱいいてですね、 NGHTTP2 っていう、このワーキンググループのチェアをして、もう事実上のリファレンスインプリメンテーションだと言わしめた NGHTTP2、 これもうやってる人だったら多分一度は使ったことあるんじゃないかなというようなものも日本人の人がやってます。あと昨日多分和夫さんが、同じように HTTP2 の話をされたと思うんですけど、H2O もですねかなり有名な実装になってきました。多分昨日の和夫の話とだだかぶりになるんじゃないかと思って、俺は和夫さんの発表内容は一切見ないようにしてここまで来たので、かぶっていても知りませんということでお願いします。でそんなこんなで活動してたんですけど、IETF の89っていう、ロンドンでやったやつですね、日本のローカルアクティビティで日本でこんな感じでやってますよっていうのを、話す機会をもらって、話してきたりしました。で最終的に今年の5月に RSC7540、 もうこれ皆さんお読みかと思うんですけれども、この最後にですね、日本のACS コミュニティ意外と頑張ってくれたよみたいなことを一筆添えてもらうまでに至ったので、いろいろ活動してきたこととしては、それなりの成果につながったんじゃないかなと、個人的には思っています。ということでですね、大方の予想に反し本当に RSC になっちゃったんですよね、 HTTP2 が、本当になるんですね、すごいですね。だからつまり今何が起こっているかっていうと、もう策定のフェーズは一旦終わったんですよね。 HTTP2 っていうものが本当に必要なのかどうかとか、それがどうあるべきかとか、今何が必要とされているのかとかっていうのについてはある程度議論が終わり、 RSC っていう一つの形に収まりました。なのでこれからやっていかなくちゃいけないのは、それをどうやって使うのか、もちろんその前にその HTTP2 の実装がクライアントサーバーともに必要だったり、あとは、それを
に対応した、コンテンツを作ったりだとかね、そういうことをしていかなきゃいけないんですけど、もうそのフェーズに入っているっていうのが、まあ、今です。で、皆さん今どんな感じですかね。まだ出て2ヶ月とか3ヶ月とかしか経ってないんですけど、まああるのであればそれをどういうふうに使っていくのか、もしくは使っていかないのかっていうのは個々に考えていく必要があると思います。で、まあ普通に考えると多分まだ、まあ、どういう仕様なのかっていうのを見始めたり、まだ見たこともなかったりだとかで、導入もいやまだ導入って言ってもっていうような段階なんじゃないかなと思うので、まあ、基本的にはこういうフェーズがあると思うんですよ。で、なんかこう ACDP2 推しで行くんであれば青なのかなって気がするんですけど、別に俺はあの青を推しに来たつもりはないです。まあもちろんそこに仕様があるんだからそれを理解して積極的に取り組んでいくっていうのは全然ありだと思うし、それによってメリットもいっぱいあると正直思うんですが、例えば黄色みたいにいろいろと、まあ、仕様についてちゃんと理解して検証もした結果、あ、自分たちのサービスにはこれは必要ないなっていう、いわゆる積極的な不採用っていうのも全然あるんじゃないかと個人的には思ってますし、まあ、もしかしたら、いやなんか分かんないけど、いや気がついたら ACDP2 使ったわっていう風な世界ももしかしたらこの先あるかもしれない。なんかこうエンジニアとしてそれはどうなのかみたいな気持ちにもなりそうな気がしますけど、でもこれって本当にそんな否定するようなことなのかっていうか、そういうものでいいのかっていうのもちょっと考えてみたいということで、まあ、まずはじゃあ今どうなってんのか、今俺らが戦ってるウェブインターネットはどういうふうになってんのかっていうのを、まあ、ちょっと簡単に振り返ってみようかなと思います。これは、hdparchive.org っていうサイトがあって、でそこではいろんなそのいわゆるウェブの過去の統計みたいなデータが割といろんな角度で取れたりします。でこれは2010年の12月から2015年の8月、今月までですね、の間の、一つのページの中で発生するリクエストの数の平均とそのレスポンスサイズの平均をグラフにしたものですね。本当は2010年よりも昔のデータが取れるはずなんですけど、2006年とかから取れるはずなんですけど、なんか数字を入れてもグラフが出てこなかったんで、なんかいろいろ試したらこれが出てきてくれたんで、ちょっとこれが一番古いやつです。でまあなんとなく多分後ろの人数字とか絶対見えないと思うんですけど、なんとなくグラフ見てもまあ増えてるよね、まあそりゃそうでしょうという感じはするんですけど、でも事実増えてる。で一つの今だと一つのページの中では平均で100個ぐらいのリクエストが飛んでるっていうふうにこれだと出ていて、さらにその中でやり取りされているコンテンツはもう2メガ近くまで来ちゃっているというふうな現状があります。リクエストのサイズもリクエストの数もどん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 増えている。で例えばサイズが大きくなりました、それを転送するのを速くするためにっていうと、まあ簡単に言えば体型を増えれば速くなるんじゃないかっていうふうな気がしますよね。だけど帯域、まあこれは例えば ISP だったりだとかそういういろんなプロバイダーの努力によってどん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 広がっているし、まあ有線であれ無線であれインターネットは確実に速くなってるんですけど、だからといってウェブのページのスピードが速くなるかっていうと、どうやらそんなことはないらしい。やっぱり限界が近いらしいってことがなんとなく分かってきました。帯域をこれ以上増やしても結局その中で、行われているやり取りのレイテシーが多かったら、まあこれ以上速くすることはできない。逆を言うとレイテシーを削減するっていうことの方が帯域を増やしていくことよりもパフォーマンスに対してはクリティカルなんじゃないかってことが分かってきています。そうすると指標としてはどこに注目するかっていうと、一つはラウンドトリップタイムですね。ラウンドトリップ行って帰ってくるまでにかかる時間、これを短くするんだったら、まあ一番簡単なのは物理的に近くしちゃうっていうのがありますよね。例えば太平洋を横断するパケットと、まあ東京から神奈川ぐらいまでの間でやり取りされるパケットだったら絶対後者の方が早いわけですよ。早く帰ってくる。まあ光って案外遅いので、光の速さを超えることはできないので、で光が速くなればいいんですけど、どうやらそういう兆しはないのでやっぱり何とかしなくちゃいけないと。
あとはサーバーから返すそのレスポンスでなるべく早く返すっていうのも一つあると思います。そもそもラウンドトリップしなきゃいいじゃんっていう話にもなるわけですよね。なるべくアクセスする回数を減らす、もしくは前回アクセスした結果をキャッシュしといて次に使えます、で何とかしてアクセスしないで済むようにする、こうやってラウンドトリップに着目して減らしていくと割とウェブは早くなるっぽいということが分かってきていると。っていうのを踏まえた上で今まで使っていた、そして今でも使っている HTTP1.1 ってどんなものだったのかっていうのをちょっとざっくり見ていきます。まあ今言ったような話と関わりそうなところっていうのは大体この辺で、でこれはその一部をガッと図に押し込んだものなんですけど、ちょっとこれを細かく見ていきたいと思います。まず、まあ、HTTP のいわゆるプロトコルとしてテキストベースであるっていう特徴があります。でさらにヘッダーとボディが分かれていて、でヘッダーについては、まあ、HTTP がこれはレスポンスの場合なので、まあ、HTTP の一番最初のワンラインから始まって、あとはヘッダーの値がキーバリューの感じで入っているんですね。これ全部テキストです。で例えばユーザーエージェントみたいにそう簡単に変わらないもの、やり取りしている間そう簡単に変わらないものも毎回毎回送らなきゃいけない。でユーザーエージェントはいろいろと嘘をつかなきゃいけないので、どん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 長くなってますね。あの長いのを毎回送らなきゃいけないし、まあ、コンテンツタイプとかいろいろ種類はあれど、よく使うのなんて、まあ、3個とか4個とかその辺ですよね。でもこれも律儀に毎回送らなきゃいけない。ボディはまあ何でも割と送れます。バイナリーだって送れるし、で例えばコンテンツエンコーディングやトランスファーエンコーディングでそれを圧縮するっていうのも、まあ、割とやりやすい、そんなフレームになってます。でこれを TCP で送ってます。 TCP なのでまあ、スリーウェイハンドシェイクをして相手との接続を確立した中に、どんどんパケットを流し込んでいって、でパケットの送れるサイズは、まあ、イニシャルコンジェクションウィンドウから複素制御でどんどん上がっていくという、まあ、いわゆるネットワークの基礎的な話ですが、もう一つちょっと注目しておきたいものとしてヘッドブラインブロッキングっていう現象があります。 HTTP はその一つの TCP の上にリクエストを投げて、レスポンスが返ってきて初めて次のリクエストを投げられるですね。まあ、順番を同期しなくちゃいけないわけですね。まあ、本当はパイプラインニングっていうちょっとチートっぽいやつもあったんですけど、まあ、ほとんど使われずに終わっちゃったんで、まあ、これは考えなくちゃいけない。一つ詰まると高速が全部ブロックしてしまうっていう問題からは TCP を使っている以上は逃げられない。でそうすると1本の TCP だけでページ全部表示するにはちょっと無理があるということで、今ブラウザーはこっそりと6個の TCP をドメインに対して貼ってます。 HTTP の使用上本当は2個ぐらいが推奨だったんですけど、まあ推奨って書いてあるんだから6個貼ってもいいだろうっていう、まあそのくらいの感じですよね。マストって書いてなければ割と何をやってもいいみたいな。でまあ、見てみると今これ Chrome だとデベロッパーツールスっていうので見れますよね。ピッと縦に線を引くと6本同時に取得しているのが分かると思います。で1個終わったらその次が走る。すごくシンプルなんですよね。シンプルなところが好きだった人もいっぱいいると思います。だけどシンプルであったのは確かにいいことなんですが、今みたいに複雑なウェブサイト、ウェブアプリ、ウェブサービスを作ってそれをまあ、ユーザーが心地いいように高速化していくにはちょっといろいろ限界があるんじゃないかということで、じゃあどうするかっていうと割といろんな回避策を、まあ、人類は編み出してきました。で皆さん多分まあ、そういう部分と戦っていた方ならこのスティーブ先生の本とかよく読んで、で、まあ、例えば、まあ、キープアライブはちょっと仕様の中のものですが、なるべく1本の TCP で済ませるようにそれを使い回そうとか、あとは画像を1個にくっつけて送れば1回のリクエストで済むよねって、でそのために1つの画像を全部まとめた CSS スプライトですね、あとはファイル JS とか、CSS とか、まあ、作ったり管理する上では別のファイルの方がいいんだけど、ブラウザに送るときは1個にコンキャットしてビルドして送ろうとか、
あとは一つのドメインに対してさっき6本貼るって言いましたが、まあ、ドメイン変えればもう6本貼れるじゃんということでドメイン分けたりとかですねやってましたよね。でもう一個下の TCP のレイヤーでももうちょっとこういういわゆる RTT 問題解決できないかっていうことでいろんな仕様が後からどんどん出てきました。例えば TCP ファーストオープンですね。一回接続した時に ID 振っといてで次からはスリーウェイハンドシェイクをすっ飛ばしましょうとか、あとは複層制御ですね。あのコンジェクションウィンドウのサイズを最初からもうちょっと大きくしとけばいいんじゃないかと。まあ、あの待機というかネットワークの質が良くなって複層とかも、まあ、昔ほどの、まあ、問題にはならない場合も多いので、まあ、もうちょっと数字を上げてもいいんじゃないかとか、あとは TLS ですね。スリーアハンドシェイクの後に TLS 貼るんだったらもっとネゴシエーションが必要なのでそれをなるべく減らすとか、あとは前回やったネゴシエーションの結果を再利用するとか、まあ、そういうふうな仕様っていうのが後からいっぱい足されています。だけどこれらの解釈上のやつはまあ明日からでもできるかもしれませんし、すでにやってるかもしれませんが、どう考えたってバッドハックですよね。やらなくて済むならあんなことやりたくない。なんで画像全部タイル上にくっつけておくなしちゃいけないんだろう。そのためにまたそれを切り出して表示するための CSS を別途送らなしちゃいけないんだってなるじゃないですか。イメージタグでいいじゃないかとか。で、TCP って触れるレイヤーじゃないですよね。いわゆるカーネルのスタックとかに入ってしまっている。だから、Linux のディストリビューションが公開されたり、あとは Android や iPhone がアップデートされたり、で Windows が対応してくれたりとか、そういうのを待たなくちゃいけない。すごい時間がかかる。時間がかかるし、もしかしたら 100% デプロイされる日は来ないかもしれない。俺らが管理できる範囲じゃない。で、もうそういうの待ってらんないよっていうことで、まあ、とある独自プロトコルを作った会社があったんですよ。で、今日はその話を飛ばしますけど、その独自プロトコルがまあでもそれはそれで価値があるだろうということで標準化に乗せた結果 HTTP の次のバージョンが生まれましたと。じゃあ何を解決したのか、さっきの図の、まあ、改良版ですね、また見ていきたいと思います。例えば、フレームこれバイナリータイプにしました。まあ、それによってもうあのテキストみたいなカジュアルな扱いはできないかもしれないけど、より厳密なパースがしかも簡単にできるようになります。でサイズ効率もそれなりに良くなるし、データの分割みたいなこともまあ ID を振ってやるみたいなことがやりやすくなりました。ただしその上に載っている語彙、つまり get っていうのが何を意味しているのか、 post っていうのが何を意味しているのか、ステータスコード200が何を意味しているのかっていう語彙については今まで 1.1 のままそれをそのまま使いましょうというふうにしています。つまり互換性を保っているんです。だから例えば、HTTP のリクエストを送りますっていう時にやりたいこと、意図していること、この URL のコンテンツが取りたいとか、あなたのリクエストは許可されませんでしたとか、お金払ってくださいとか、そういうのは全部今までの語彙をそのまま使えますと。ただしそのフレームをバイナリー形式にするという方式を取りました。でその時にさっき言ったヘッダー何度も送る問題、これなんとかしたいねということで、じゃあ圧縮しましょう。まずまあハフマン区号ですね、あの出現頻度の高い順に短いビットを割り当てるってことをもうデフォルトでやっちゃいましょうと。でさらによく出てくるやつ、例えばステータスが200とかってすごいウェブの世界だとしょっちゅう発生するわけですけど、そういうよく出てくるやつについては最初から ID つけといて、この ID だよって送ったらその意味は解釈されるようにしてしまいましょうとか、あとは一回送ったユーザーエージェントだったり E タグだったり、ああいうふうなちょっと長いけどでも送らざるを得ないやつだけどそうしょっちゅうは変わらないやつについては一回送ったやつを相手に覚えておいてもらってそれを再利用しましょうとか。でこれ結構圧縮できるようになります。圧縮率については実装次第ですね。どうやって圧縮するべきかっていうアルゴリズムは書いてないです。圧縮の仕様だけを決めていて、あとは頭のいい人が実装してくれたらめちゃくちゃちっちゃくなる、そういう世界ですね。で HTTP2 スタディではみんなでこれやってみようっていうことでやった結果を載せているので見てもらうと、高いやつだともう8割方圧縮しちゃったりとかそういうのもあったりします。でさっきは6本貼るって言いましたが、
ACB2 ではコネクションを1個しか基本的には使わないです。その1個のコネクションの上に全てのフレームを同時に流し込みます。なので同時に6個っていう制限もなくなるですね。でもそんなことしたら、例えば全部同時に送るってことは全部同時に遅くなんじゃないのとか、例えばすごく数が多くなった時に全部均等に遅くなる、それは困る。なのでコンテンツに応じて優先度をつけられるようにしました。例えば多くのサイトは画像よりも先に JS が欲しくて、 JS よりも先に CSS が欲しい場合がある。まあ画像って大きいから一番最後でもいいけど、とにかくこう側だけなんとか完成させたいなると CSS 一番最初に欲しいよねとなった時に、じゃあ画像よりも3倍 CSS 送るようにリソースを分配してください。簡単に言うと3倍ソケットに書き込んでくださいっていうことですね。そうすると CSS は画像よりも3倍、同じサイズだったら3倍早く到着して、後からゆっくり画像がやってくるんですね。というようなことができるようになってます。さあ、1本のコネクションを使うっていうふうに言いましたけど、1本のコネクションにするとどういうメリットがあるか。でこれは、さっき登壇されてたと思うんですけど、大津さんの資料からちょっといただいてきたんですが、これはちょっとスピーディーと HTTP 1.1 の時の比較なんですけど、いわゆる複層制御ですね。一つのコネクションの中で、パケットをどんどん流していくと、まあ、流せるウィンドウのサイズっていうのはゆっくり大きくなっていく、スロースタートというんですが、それを6本バラバラに貼ってそれぞれが独自にやって、でその6本のコネクションの中で流れるコンテンツもそれぞれ違うってなると、まあ、ここバラバラにやっていかなきゃいけないですね。だけどこれ1本にまとめると、その1本の中に全てのパケットを流し込んで、でコンジェクションウィンドウがどんどん上がっていって、で今までは終わったら切るってことを割と短いライフサイクルでやってしまったんで、毎回こうスロースタートを繰り返していたんだけど、でも1本を長く使うっていうふうにすると、そのコンジェクションウィンドウが上がりきったところ、一番おいしいところを使ってたくさん流していくことができる。まあ、簡単に言うと TGP の1本のコネクションを有効活用できるってことですね。で1本だからスリーハンドシェイクも1回で済むし、これどのくらい効果が出るのかっていうのをデモを用意してきました。ただこういう場所でデモをやると大体失敗するので映像でお届けします。ここのリンクやれば自分で試せるんで、これ左側、皆さんから見ても左側が、HTTP 1.1 の、でデプロイされてて、右側が 2.0 でデプロイされてます。で何をやるかっていうと、まあ、よくあるタイルのやつなんですけど、上に6個だけですね、大きい画像 1.2 メガのビットマップが6個並んでます。この赤いやつですね。で下にあるのがちっちゃい画像、これは300バイトぐらいの PNG がずらーっと並んでて60個ありますですね。でこれをとにかくただ単に表示しています。で今のが1ですね。どうなってたかっていうと、これ1回この辺でリロードをして、で6個の画像、でっかい画像が6本の TCP ソケットを占有してます。占有しているので、こいつらの取得が終わらないとその下にあるたくさんの画像は取得されないので、ここでここまでブロックされているわけですね。そうすると真っ白な画面が続いて、あとバラバラバラっとくると、こんな感じに 1.1 だとなります。いわゆるこれがヘッドオブラインブロッキングですね。HTTP2 の場合どうなるか、1本のソケットで並行して全部のパケットを流しているので、わかります？この辺で、どの辺？違うな、リロードがまだ始まってないです。この辺で赤い画像を撮り始めたんですが、その裏で黒い画像のやり取りも始まるんで、黒はガッと来て、で赤は後からゆっくり来るとですね。でちなみにロードまでのタイムを見ても、こっちは、1471ミリで、こっちは1090ミリだから、まあ、若干早くなっていると。確かに数字で見ても早くなってますけど、そもそも見た目でこっちの方が早い気がしますよね。出てくるものが先に多いから。やっぱ真っ白な画面を占有し、真っ白なエリアが画面を占有しているとやっぱり遅い感じがしてしまうんですよね、どうしても。ということで、
このヘッドブラインブロッキングの問題を解決したことによって、まあ、あの早くそれだけで早く見えるサイトも結構増えているはずです。ということで、まあ、こうやってプロトコルを改善して、まあ、最適化する余地が HTTP2 では結構いろいろと生まれましたというのが実際のところですね。で、他に追加の機能として大きいのがサーバープッシュです。これは、今までは1回リクエストして1回レスポンスがあってっていうのを繰り返してでしかコンテンツは取得できなかったんですけど、例えば今から取得しようとしているインデックス HTML にスクリプト JS っていう JavaScript が含まれているってことをサーバーが知ってたら、 HTML のリクエストが来た時にそれを返す前に先に JavaScript を相手に送りつける。送りつけたらブラウザはそれを受け取ってどうするかっていうと、ブラウザのキャッシュに入れます。で HTML がレスポンスされてくると、ブラウザーは HTML を上から読むとスクリプトタグを見つけるわけですね。で、本来ならそこで GET が走るんだけど、その GET はローカルでキャッシュヒットするから実際にはパケット上何も発生してない。つまり1リクエスト 1RT だった壁を超えているんですね。やり取りが1個少なくて済んでる。この機能が入りました。で、これはまあコンテンツで見ると RT1 回少なくできてるなというのがわかると思います。でこれ使ってもっと積極的にキャッシュコントロールしたらいいんじゃないかっていう話も出てます。でブラウザーのキャッシュ、皆さんキャッシュさせてるししてると思うんですけど、あのキャッシュコントロールで、だけどこれ実はかなり熾烈な奪い合いになってます。あのブラウザーのキャッシュできる領域っていうのはローカルの中で、まあ、何メガとかってブラウザ単位に決まってるんですけど、もうありとあらゆるサイトがキャッシュをもうさせようさせようと我先にやってるの でそれがファーストインファーストアウトで抜けていくと、75% の人は48時間で領域を使い切る。つまり皆さんのサービスでちゃんとキャッシュヘッダー設定してますよって言っても、そのユーザーにキャッシュさせて2日後にそのユーザーのキャッシュがヒットするとは限らないですね。もう奪い合いなんですよ。ってことは、まあキャッシュさせることによってメリットがあるのはもう本当その時のセッションぐらいしかない可能性も多い。そうなってくると毎回のリクエストで積極的にプッシュしていくっていうのもありなんじゃないかっていうのが、まあ、昨日多分加藤さん話してた気がするんですがちょっと分かんないです、キャッシュアウェアサーバープッシュっていうのを H2O のイシューで、まあ、提案されています。で今これ議論中ですね。でもっと積極的に言うとサービスワーカーっていうのが出てきましたよね。でプッシュを受け取れる、今はあの Google の XMPP の、プッシュしか受け取れないんですけど、これ HTTP2 のプッシュも受け取れるようにしようっていう話がもうすでに始まっていて、実装はまだないですっていう状況。そうするとフェッチ、つまり取得っていうのとプッシュ、サーバーからのプッシュを受け取るっていうのを全部 JS でコントロールできる可能性がある。そうするとこのサービスワーカーがいわゆるフロントエンドのプロキシのレイヤーとしてかなりいろんなことができるようになって、まあウェブのアプリとしての側面がまあ、だいぶ強くなるんじゃないかっていう、世界があり得るという状況になってます。だからプッシュっていうのは単純にコンテンツをキャッシュさせるっていうのはあるんですけど、それだけじゃなくて HTTP っていうプロトコル自体がプッシュとフェッチの両方をセマンティクスとしてカバーできたっていうのが結構大きいんじゃないかと個人的には思ってます。つまり双方向通信が HTTP でできる。もうあのウェブページを表示するっていうだけに使うんじゃこれはもったいないんじゃないかと思うし、実際そうじゃない話がいろいろと出てきてます。例えば WebSocket っていうあれもう TCP の上に独自にプロトコルを定義してるんですけど、いや双方向プッシュできるんだったら HTTP2 の上でいいじゃんっていう話があります。すいません、これ HTTP2 over WebSocket じゃなくて WebSocket over HTTP2 です。逆でしたね。あとはこれをもっと RPC として使っちゃおうっていう GRPC ですね。これなんか仕様にはプッシュ自体は入ってなさそうなんですけども、まあ、そういう話も出てきています。あとはサーブレットのインターフェースでですね、もうプッシュ自体を API で入れてしまうっていうのをどうすべきかっていう議論も始まっているし、まあ、さっき言ったようにサービスワーカーもプッシュ受け取れるようになるし、だからコンテンツを配信するっていういわゆるサイトを見るための HTTP2 だけじゃなくてアプリケーションでもしくはミドルウェアでより積極的に使えるようなプロトコルになったっていうのが、まあ、一つの大きな変化なんじゃないかなと個人的には思います。ということでもう皆さんしっかりと HTTP2 が理解できたところでですねじゃあそれどうするのか、使うのか使わないのかっていうのが、まあ、ぶっちゃけたところだと思うんですよ。つまり自分にとってそれは本当に必要なのか、今自分がやってるサービスに
これは必要なのか、入れる価値があるのか、それとも入れなくても大丈夫なのかっていうのについて今俺らは考えていかなきゃいけない、そういうフェーズなんじゃないかなと思ってます。で、必要かっていう話になると、うん、どうなんだろうなと。例えばそもそもうちのサービスのボトルネックはそこではないと、スロークエリであるというふうな話っていうのはよくあるわけですよね。とか、いやでももうすでにあのスティーブ先生の教え通り HDB1.1 にがっつりと最適化しちゃってるから今更そう言われてもみたいな話にもなったりするとか、あとは HDPS ですね。まあ、あの S 自体は、仕様では平文も可能なんですけど、ブラウザーが HTTPS 前提でしか HTTP2 実装してないんで、まあ、HTTP2 に対応するんだったらサービスを HTTPS 化する必要があるでしょうと。それがネックだなという話もありますね。他にもプッシュなんてものはそもそも必要なのかとか、いやその時インフラどうするのとか、あとはなんかいわゆる大きな会社が自分たちの使いたいプロトコルを勝手に標準化しただけでしょうとか、なんかそもそも実装なんかないじゃんとか、いろいろな話が多分疑問としてあると思うんですよね。じゃあちょっと一個ずつ見ていきましょう。まずパフォーマンス。さっき言ったようにレスポンスタイムだけ測っててもダメなんですよ。実はあのさっきの画像それぞれのレスポンスタイム測ったら多分そんな変わんないです、一つの TCP の上で考えれば。だけどその後の世界っていうのがあるんですよね。表示されるときにそれが早く見えるかどうか、人間がそれを早いと感じるかどうか。例えばこれフィルムストリップって言って、表示されるまでの間をパシャ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 もうパラパラ漫画みたいに撮って並べてくれるやつなんですけど、全く同じサービスページで全く同じコンテンツを返していたとしても、その体感として変わるっていうのはさっきのデモでも同じだし、バックエンドどんなにチューニングしてそれでレスポンスタイムが速くなったところまで測ってもフロントエンドがそれを全部台無しにする可能性は全然あるんです。だから実は今のウェブの速さって何なのか、そしてその速さをどうやって測るのかっていうのはものすごく難しい話だったり実はします。だからレスポンスタイムだけじゃなくてその後、例えばキャッシュがあることによってそもそもリクエストが走らない方がいいとか、あとはレンダリングを早くするためにクリティカルレンダリングパスを最適化するとか、実はいろいろと見なくちゃいけないところがあって、で何を見るのかっていうのは、まあ、ちょっとずつですが出てきています。例えばスピードインデックス、まあ、スピードインデックスはこの右側の図にあるみたいに、同じ時間だとしてもそのコンテンツが画面に表示されている流れっていうのはちょっとずつ違うわけですよね。でそれをグラフにして積分した結果、まあ下の青い方が多分早く多くのコンテンツが見えているので人間もきっと早く感じるだろうと、こうやって比較するっていういわゆるメトリックスが、まあ、最近よく測られているところとしてあります。あとはブラウザーの、パフォーマンスのグラフ見るとファーストトゥタイムトゥファーストバイトとかファーストペイントとかそういうのも出てきていると思います。あとは実際にユーザーが早く感じるかどうかはユーザーの行動を分析するのが一番早いだろうってことでラムですね、リアルユーザーモニタリングとかそういうのも出てきています。でいわゆるバックエンドのチューニング、いろいろ数値化しやすいものと違って数値化しにくいものも多いのでこの辺は割と過渡期なんですけど、実はもうレスポンスタイムだけでウェブの速さが測れた時代は結構前に終わってるっていうのは知っといた方がいいと思います。で最適化問題ですね。 HTTP1 にがっつり入れ込んでしまった人たちはどうすべきか。まあ確かにそういうハックは必要でした。だけどそういうバッドハックなしですごくシンプルにサイト作れたらそっちの方が楽ですよね、どう考えても。例えば JavaScript はモジュールごとに別のスクリプトタグでいいとか、イメージは全部それぞれの個々のイメージでイメージタグだったり CSS で指定できたりとか、ドメインも自分の持ってるドメインの下全部賄えるとか、そういうふうになったらすごい楽ですよね、どう考えても。もうビルド複雑じゃないですか、本当に。なんとかしたい。で、なんとかできるかもしれないわけです、ね。ものすごく素直に作っても遅くならないかもしれない。で、実装やインフラの話ってどうなのかな。実装はまだ過渡期です。ちょっとずつちょっとずつ進んではいるけど、まあ、まだまだ成熟しているとは言い難いと思います。どっちかっていうと、それぞれが実装を頑張り、かつそれをこなれて行くためのフェーズ、あとはそれで本当に効果が出るのかっていうのをいろんな角度から検証していくフェーズっていうのが実際のところだと思います。
で、インフラ、これがですね、ちょっと僕の弱いところなんで、例えば、データセンターレベルでそれどういうふうにしたらうまく扱えるのかとかっていうのについては実は正直言うと僕はよく分かんないです。で、分かんないんですけど、分かんないなりにブログを書いていろんな人にフィードバックをもらったりしたので、皆さんももし例えばそういうインフラとかデータセンターとかそういうのに詳しい人はぜひなんかこう自分が思うその HTTP 時代のインフラについてブログ書いてくれたりすると、まあいろんなものが先に進むんじゃないかなという気がします。特に HTTP 終端問題ですね。今までエンジン X で終端して中は平文だったけど、HTTP 時代それどうするのとか、まあ、そういうのはちょっとまだ議論が足りてないんじゃないかなと思います。で、HTTPS ですね。まあ、証明書の問題だったり、あとはそういうプロトコルに置き換えていくのはどうするべきかっていう問題だったり。パーベシブサベイランスですね。いわゆる広域盗聴っていう話が、この HTTP2 をまさしく策定している初期の段階で出てきました。 NSA ですね、アメリカの政府機関なんですが、 PRISM っていうプロジェクトでいわゆるありとあらゆる国内の通信を盗聴していたという内部告発をこのエドワード・スノーデンっていう人がしました。で、彼は今ロシアに亡命してるんですけど、この間の IETF にスカイプかなんかでなんか参加していろいろ話をしてたらしいんですけど、まあスノーデンだけど質問あるみたいなやつやってたらしいんですけど、もう本当に結構大事なんですよね。で、しかも最近になって AT&T がそれに全面協力してたと、なんか NSA があいつら協力的で素晴らしいみたいなことを言ってたっていうのも出てきて、あ、なんかインターネットって案外安全じゃないのかもしれないなみたいな、今までみたいにこう割と性善説で牧歌的にやってた時代ってもう終わりなのかもしれないなということで、やっぱり暗号化っていうのはもっと真剣にやっていかなきゃいけないということをいろんな団体が言い始めました。 W3C だったり、ITF だったり Google だったり Mozilla だったりで、やっぱ証明書がどうしても高い問題っていうのは特に個人がホビーでやってるようなウェブについてはあるわけですね。で、レッツエンクリプトっていう証明書を、ただでもしくはものすごく安く配れるようにしようっていうふうな機関を立ち上げるっていう話で、本当は9月にやるって話だったんですけど、ちょっと11月に延期されてしまったんですが、これによってもっと、その暗号化が広がっていく可能性はあります。ただこれは、まあ、企業であったらねちゃんとベリサインとかで買うべきなんですけど、まあ必ずしもそういう高い証明書を買える人たちばかりではないので、こういう活動が必要なんじゃないかなと。だからHTTPS そういうふうにしていこうって話ある。だけどもうちょっと強制力があるものとして使用ですね。例えばさっきも言いましたけど、ブラウザーは HTTPS でしか HTTP2 を実装しないっていう流れに割となってきています。 Chrome や Firefox も割とそうです。それ以外に WebRTC、 これHTTPS だと Get User Media ってカメラ使っていいですかアイコンがよく出てくるんですけど、 HTTP だとあれ毎回出てきますが、 HTTPS だと最初の1回で済む。ユーザーのこと考えたらどっちがいいかはもうまあ明白になってしまう。あとはサービスワークはそもそも HTTPS じゃないと登録できないですね。あとはもうちょっとユーザー側に強制させるために HSTS ですね、ストリクトトランスポートセキュリティで、まあ、アクセスしてくるときは必ず HTTPS にしてくださいねっていうことができたり、あとはもうそもそも HTTP プロトコルでアクセスしてると思ったら経路だけは勝手に暗号されていたっていうオポーチュニスティックエンクリプション、日和見暗号ってやつですね。これはちょっと Chrome でじゃないや Firefox で脆弱性が見つかって一旦オフにされてるんですけど、こういうのも話に出てます。あとはまあすでに HTTP のリンクをいっぱい貼っちゃってるいわゆるミックスドコンテンツについても暗黙的に HTTPS に置き換えるみたいな話も出てきていて、まあ、HTTPS 化していくための道具っていうのは結構いろいろと出てきてるってことが分かるかなと思います。で、いや結局それ必要なの Google だけなんじゃないのって思う人も確かにいると思うんですよ。で、そういう話はよく聞きます。本当にそうなのかっていうのは、まあ、確かに彼らは戦ってるレベル違いますね。毎日がドスみたいな生活をしてるわけですで、1バイト減らすと1バイト減らす1レスポンス減らすでやるとそれだけで例えば巨大なお金が動いたりデータセンターの電源効率が 1% 変わりましたとかそういうレベルで戦ってるかもしれない。
そうするとこういう複雑でも効率のいいプロトコルを入れていくメリットあるかもしれないけど、でも小さくたって複雑なアプリって今いっぱいありますよね。皆さんが作ってるのは本当にシンプルなものなのか。で、まあ中くらいのサービスだって多くの人に価値を届けてて早ければ早いほどいい、そのために日々頑張ってるっていう人はいっぱいいて、で HTTP1.1 で戦ってるのは別にハイパージャイアントだけじゃないわけですよ。 HTTP2 のいいところは使わなくてもいいけど使ってもいいっていうところだと思うんですね。使いたければ使うことができるし、それによって改善していくっていうことを別にハイパージャイアントじゃなくたってやってもいいわけです。ちなみにクライアント、サーバー側は確かに明示的にデプロイしていく必要があるけど、クライアントってどうでしょう。もう多くのブラウザには実装されていて、ブラウザ勝手にアップデートすると多くの人は知らないうちに導入してるから、あとはサーバーがサポートするかどうかだけなわけですね。使いたければ使うことができると。でもっとカジュアルに使っちゃダメなの、いや実はリバプロ入れるだけで速くなったりするってことも結構あるよってことがなんとなく分かってます。なのでまあ確かに突き詰めていくと難しい、使いこなすのは難しいかもしれないけど、 HTTP1.1 が簡単だったのかっていうと、まあ特にそんなことはないんじゃないかなと個人的には思ってます。足りてないのはノウハウですね。それはこれから増やしていくしかない。あとはツールとか確かにまだ足りてないですよね。フレームワークとかも足りてないけど、それがこなれていく、成熟していくっていうのは最終的には気がついてないけど使ってるっていう世界。そしてセマンティクスが動かなって話をさっきしたので、つまり入れて抜くことも実はそこまで面倒くさいことをしなければ抜くことも決して不可能ではない。つまり検証していくっていうことは全然できるはずなんですね。で他にもエコシステム、例えばミドルウェアだったりベンダー製品だったりも、いろんなところで HTTP2 で対応してきますよっていう話は出てます。こういうのが育っていくと HTTP2 にしていくっていうこと自体の資金も多分下がっていくんじゃないかと思います。これからどうなるのか、まだまだ研究課題はいっぱいあります。いろんな機能は足されたけど、それらをどう使うか、どういう戦略でそれを実装するかっていうのはまだまだ、いろいろと議論の余地がある。例えばプライオリティだったり HPAC だったりプッシュだったり、あとはそれを拡張していく PHP の仕様なんかも、あ P2P の仕様なんかも出てきているので、これはまだ見ていく必要がある。で HTTP3 って話ももうすでに出てきています。アイデアもいろいろとあります。多分これのほとんどはまあただのアイデアだと思うんですけど、まあマジでやっていく可能性もある。で TCP 自体が限界だって話があるわけですね。さっきのは HTTP のヘッドオブラインブロッキングだったんですけど、1本のコネクションに全部のパケットを載せることによって先頭のパケットが1個ロスすると再送が走って全部詰まるっていう問題がありました。で TCP はもう直せないのでどうするかっていうと、じゃあ UDP の上でやっちゃえばいいじゃんって話ができた。でこれ本当笑い話みたいな感じなんですけど、こういうことをマジでやっちゃう会社があるんですよ。で UDP ならデプロイしなくてももうカーネルに入ってるから、まあ、その上でやればいいじゃんってことでクイックっていうのが出てきている。 0RTT で接続が確立できて、もう TLS 古いやつは全部捨てて 1.3 ベースでやろうと。で服装制限も独自に実装してしまえばいろんな問題が全部解決するねっていうことで、もうすでに皆さんクイック使ってるはずです。知らぬ間にもうそういう世界なんですね。さてじゃあポジションマトリックスでちょっと振り返ってみましょう。まずよく知らないし導入しないっていうのは全然ありです。もう全ての人が導入する必要があるものではないので、 HTTP1.1 はこれからも生き続けるっていうのは HTTP2 が始まった時から言われていることなので問題なく動きます。で理解した上で導入しない、いわゆる積極的にこれは自分たちにとっては必要ではないなっていうのは戦略として全然ありえると個人的には思ってます。ただそこにとどまり続けて HTTP1.1 でまあいろいろと戦ってで下手すれば消耗していくことがコスト低いかどうかはまだ分かんないですね。今はまだそっちの方がコスト低いかもしれないですけど、これからどうなるかは分からない。でもこれは全然ありだと思います。よく知らないけど導入する、いやでもブラウザすでにそうですよね。皆さん知らないうちに入ってましたよね。でもしかしたら例えばサーブレットがにそれが入ってしまったら、新人研修で初めて Java 書く人は知らぬ間に HTTP 使うかもしれないじゃないですか。なんかそういう世界っていうのは全然あるし、 HTTP ってそうじゃないと多分いけないんじゃないかなと思うんですよね。
でもこれはエコシステムの助けが絶対必要です。でちゃんと使う、ちゃんと理解した上で特徴を捉えた上でいろいろと検証した上でちゃんと使うと今までできなかったことができる可能性っていうのが大いにあって、まあ次のステージに行けるかもしれない。まあ、特に HDB2 にしておけば、クイックとかそういうのにも乗っかっていけるかもしれないし、まあ、HTTPS ですね、をデプロイするついでに、もしかしたら Nginx のコンフィグを1行オンにするだけで HTTP 使えるかもしれない。そういうのを享受していくと、もしかしたら先々もっとメリットがあるかもしれない。なので、まずは、まあ、見てみるといいと思うんですよ。どうせ実装はないので、まともな。まともな実装がないっていうとあれですけど、まあまだちょっと早いですよね。だけど検証するには十分なものが NGHTTP だったり H2O だったり十分なものがいっぱい揃ってきています。だからそういうのを使ってまずはどういう仕様になったのかいうのと、あとはそれを検証して本当にこれが効果出るのか、自分たちのサービスに合ってるのかっていうのをやるにはまだ十分な時間があると思うし、それをやることがまあ価値がないとは個人的には思っていない。ということで、まあ、今何が起こっているかっていうと、まあ、大方の予想に反して本当に RC になってしまったと。そしてそれが皆さんの知らない間にどんどんデプロイされて使っているところはかなり使っていると。エコシステムがちょっとずつ芽生えてきた。でこれから HTTP 1.1 が消えることはないので、それは安心して使って大丈夫です。ただし本当に今のままでそのサービスが満足できるのか、満足したパフォーマンスが出していけるのかっていうのはちょっと分かんない。ただ HTTPS 化はした方がいいです多分。じゃないと、もうまともな新しい機能を使っていくってことはまあやりにくくなるっていう風な流れがあるので、それはやっていった方がいいと思います。で、まあこれからまだまだ進化していくので、その進化が HTTP2 ベースになる可能性は大いにある。そういうのを踏まえた上で自分たちがどうすべきかを考えるっていうのが今なんじゃないかなと思います。で次のチェックポイントとして、 Nginx が2015年の終わりには俺ら実装するぜって言ってくれてますって、俺らの Nginx さんやってくれるんじゃないかっていうことで、これは結構大きなチェックポイントになるんじゃないかなと個人的には思ってます。やっぱり信頼されてよく使われてるし、ここにも使ってる人はいっぱいいると思うので。ちなみに今パッチが出てます。最初のパッチはちょっとなんかサブドメインが全然対応されてなかったりとかいろいろとあって、本当は今日それ動かしたかったんですけどちょっとできなかったんですけど、今もう V3 ぐらいまでパッチが確か出てたと思うんですけど、まあ、試すには十分だと思います。とあと IETF がですね、なんと日本なんですよ。次が11月に横浜であります。 HTTP2 に対して疑問、質問、そして文句がある人はここに行って発言する権利が皆さんにはあります。ツイッターでなんだこれこんなクソなもの出しやがってみたいなことつぶやいても世界は良くならないので、こういうところに行って思うことがあるんなら言うっていうのは結構大事なんだっていうことをなんかやってくれてもいいし、あとはまあそうやって日本にその HTTP2 の策定に関わったまあ平たく言うとガチ勢ががっつり集まるので、ちょっと日本でもなんかやれないかなというのをコミュニティでは考えています。まあもしよかったらそういうの来ていただければいいのかなと。でACB スタディ、みんなでいろいろとこれからどうなっていくのかっていうのを考えている場があるので、まあ、もし興味があったらそういうのにジョインしてもらえれば、勉強会とかハッカソンとかこれからもちょっと細々と続けていきたいと思っているので、来ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということでちょうど50分かなで、発表は終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、では質問のある方いらっしゃいますか。アセットをプッシュであらかじめ送っといてキャッシュするっていう話があったと思うんですけど、はい、その場合もともとその例えば JS とかをそもそもクライアントがすでにキャッシュ持ってるかどうかっていうのは、どうやって判断するという、はい、つまりブラウザーのブラウザキャッシュの中身を知る方法ってことですよね。それは実はないんです。ブラウザキャッシュの中身が分かるということはどういうことかというと、その人の閲覧履歴とかそういうことが分かる可能性があるので、ブラウザーのキャッシュっていうのは JS だったりプロトコルだったりからは、まあ、いわゆる見えないようになっている、
まあ、あの自分がこれを持ってるよっていうのを知らせる方法はあるんですけど、問い合わせない限りは見えない。で、あのさっきちょっと出した加藤さんが出しているあのイシューは、そこを解決するためにすでにサーバー HTTP2 のサーバーがキャッシュさせたものをクッキーによって分かるようにしとこうっていう仕様だったりします。だからそれによってクッキーっていうのは必ずブラウザが送ってくるものなので、まあ、それによってあこいつはすでにキャッシュがあるなないなっていうのを判断して なさそうだったら送りつける。で、例えばあの二重にプッシュしてしまったって何の問題もないし、実際キャッシュされてなかったとしてもキャッシュがなかったらキャッシュヒットしないから実際ゲットが飛んでくるだけなんで、まあそういう意味であまり問題がないだろうっていうのが、まあ、あのイシューに書かれているので、まあ、見てみると良いかなと思います。はい、ありがとうございます。他に質問のある方、あ、さらには真ん中の真ん中の方で。貴重なお話ありがとうございます。義務官から昨日も同じ質問をちょっと加速させていただいたんですけれども、はい、ジャックさん個人としては、HTTP2 が普及するのにどれくらい時間がかかると予想されますか？普及ってどういうことかっていうのにもよると思うんですけど、まあ一番分かりやすい普及って多分あのいわゆるメジャーなサーバー HTTPD、Apache HTTPD だったり Nginx だったり IIS だったり、まあ、そういうサーバーがあの、まあ、持つ、そしてブラウザーで、全てのブラウザーがその HTTP2 をちゃんと正しく実装するっていう状態っていうのであればそんなに遠くはないのかなと思います。それこそあの、まあ、来年とか再来年には終わるのかもしれないと。ただじゃあそれをみんなが使うのかどうか、例えば、ウェブ上のトラフィックの8割を HTTP2 になりましたっていう世界がいつ来るのかっていうのは分からないです。そもそもそれが来るのかどうかも分からないです。なんでかっていうと、全ての人が HTTP2 にするべきなのかどうかっていうのはなんかもう別にそういう問題じゃなくて、あのしたい人はするっていうのが実際のところなので、まあ仮に来るんだとしてもそんな近い未来じゃ絶対ないだろうし、うん、なので難しいですね。どうなんだろう、何年とかっていうのはちょっと分かんないですね。 ありがとうございます、はい、もう一点について、はい、エコシステムが整うのは大体どれぐらいと予想ですか？難しいですね、うん、エコシステムが整うってどういうことなのかっていうところもあると思うんですけど、まあ、僕が、個人的にはウェブってエコシステムで作るものだと思ってるんですよ、言語とかよりも。例えば、一人で全部やるのは無理じゃないですか。だからやっぱりフレームワークとかそういうものを使って、まあ、多くの部分を、まあ、誰かがやってくれたものを、ちゃんと使って作る。でさらに例えばエンジン X 立てたけどその中で何が行われているのかを完璧に理解している人はほとんどいないと思うけど、でもエンジン X があるおかげでまともなウェブサービスが作れるとか、まあ、そういうところがあると思うんですね。だからエコシステムがいわゆる使う側から、いわゆるここにいるようなデベロッパーから見て成熟するっていうのは、まあ、一つはそのサーバーがまともに使える、それからミドルウェアの、例えばサーブレットとかラックとかブラックとかああいうものがまあ、暗黙的にサポートして、でその支援をしてくれると、あとはブラウザーの、その HTTP2 の最適化がどんどん進むっていう風なところで、あとはみんながいろんな知見をブログに書いたり勉強会で発表したりしてそれが共有されるっていうところがある。で、まあ知見の共有っていう意味では、まあ、徐々に始まってます。それ十分かどうかはまた全然足りてないと思うんですけど、でミドルウェアっていうのはまだちょっと本当に少ししかないので、ここが結構なんていうのか、例えばプッシュみたいなものってどういう API にしたらいいのかみたいなのはまだまだ考えなくちゃいけなくて、でそれについてはまあどんなに少なくてももうなんか2年とか3年とかかかるんじゃないかなと個人的には思います。はい、ありがとうございます。この質問なるほど、すいません、優先度についてなんですけども、はい、こちらはクライアントが自分で決めるんですか？例えばイメージタグのアトリビュートにつけたりとかできるの、はい、
いわゆるプライオリティの指定を明示的にできるかってことですね。で今のところはプライオリティの指定はブラウザの実装に依存をしてます。だけど、リソースヒンツっていうやつで、プライオリティじゃなくてプロバビリティなんですけど、似たような指定があって、そういうのが、意味上はプロバビリティなんだけど、ブラウザーのネットワークレイヤーでの実装上は、プライオリティになるみたいな話もあるんじゃないかなと思うので、半分明示的に指定するみたいなのは出てくるんじゃないかなとは思います。だけどまだちょっとその辺は議論中っていう感じなのかなという気がします、はい、だから HTTP2 ではプライオリティだけを、プライオリティってものをプロトコルに入れますよっていう指定で終わっているので、じゃあそれを開発者が明示的に使うにはどうするかとかっていうのはブラウザーレベルで言うとまだそんなに話はちゃんと出ていないです。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ最後にじゃあ奥野さんから。あれ大きな会社ならばレイヤー違うから違うところかもしれないんですけども、昔から IPv6 っていうのがあって、はい、やんなきゃいけなくて、今度は HTTP2 があるんですけども、どっち先にやんなきゃいけないんですかね。どっち先、どっち先っていうと、IPv6 も結構前にあったんで、やれるとね、IPv6 があると嬉しいのって多分 WebRTC とかそっちのような気がするんですが、ちょっとレイヤーが違いすぎて、そのいわゆるじゃあ例えば誰か一人が頑張ったらどうにかなるかっていう問題ではないじゃないですか、 WebRTC じゃないや IPv6 って。でインフラのかなり根深い問題ではあるので、HTTP2 は、それでいうとブラウザーとサーバーの対応だけである意味完結できるんですよね。通信経路上は HTTPS つまり TLS で暗号化されちゃってるからミドルボックスに手を入れる必要とかっていうのはない。でブラウザーはブラウザーメンダーがなんか知らぬ間に頑張ってくれて気がついたらアップデートされてるっていう状態 でサーバーについてはちょっとずつパッチも出てきていて、それがもしかしたら使える日は遠くないってなると、もう全然そのなんていうのかな、対応していける速度っていうのはもう圧倒的に HTTP2 の方が多分早いと思うんですよ、 IPv6 よりは。なのでどっちを先にやるべきかっていうのはまたちょっと分かんないですけど、IPv6 はなんか大変なんじゃないかなという気はします、これからも。でだけどそれはやっていくべきだし、完璧に IPv6 になる日が来るか分かんないですけど、なるといいですよねというのは個人的にはあります。ちょっとだからレイヤーが違うので、何とも言えないですけど、 HTTP2 を社内を HTTP2 化していくサービスに対応していくみたいな方が圧倒的にコストは低いと思うので、HTTP2 の方がまだ楽なんじゃないかなという気はしますって感じですかね。ありがとうございます、はい、ではジャックさんありがとうございました。ありがとうございました。